バンドロゴメシュガーは、スウェーデン出身のエクストリームメタルバンド。デスメタルから、プログレッシブメタルまで、様々な音楽性を内包する、ポストスラッシュグループの一つ。結成は1980年代まで遡り、活動は30年にも及ぶ。初期は、スラッシュメタルの影響が強かったが、徐々に複雑な曲展開やスローな曲の割合が増え、現在は、プログレッシブメタルや、 ポストセラッシュなどと呼ばれる。これらの方法論は、後のメタルコアや、ジェントバンドに少なからず影響を与えた。代表的な特徴を以下に列挙する。近年のライブステージでは、アンプのキャビネットを使用せず、ステージ上にある固定の機材は、ドラムセットだけという、珍しい構成になっている。ギター、ベースの信号は、ワイヤレスシステムからカベスで制御されたそれぞれの、 マルチプロセッサーフラクタルオーディオシステムズワックス FX のみを通り PA に直接送られる。キャビネットを使わず、ドラムが正面、ボーカルは上、ギター、ベースの地鳴りのような包み込む音によって空間性を持たせている。ラウドパーク08で初来日公演を果たし、大阪で単独公演も行った。活動初期オーストリアウィーン公演。ありがとうございます。